さあ本日今日第何戦第3戦ヒューマンカップ、はい、では飯岡先生、はい、飯岡パパ、はい、飯岡パパ逆光だなこっち、はい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 、先生どうですか。はい、おはようございます。はい、おはようございます。ヒューマンアカデミーフィッシングカレッジの飯岡と申します。はい、よく知ってます。はいよろしくお願いいたします。はい、今日は中高生の、参加者の中で上位の方には、はい、素敵な商品なども用意しておりますので、いいね、期待だな。はい、うん、ゴールデンウィーク最終日ですけども皆さん頑張っていただきたいと思います。はい、今日もよろしくお願いいたします。はい、今日はアシスタントがちょっと違うみたいですね。今日は入れ違いで別のものを別の青年ヤングマンですね。あ、はい、おなんかフレッシュだな全然違う感じやねオッケー、ありがとう。それから体型ね、オッケー。はい、いいね、ジャニーズみたいだな、いいね。売れ時やな。さ、さよなら。はい、よろしく。はい、行きます。はい、本日伊藤ちゃん、はい、もらおう。はい、伊藤ちゃん、はい、おはようございます。本当元気ね。ですね。半袖だな。はい、今日の伊藤ちゃん。はい、はい、カモン。頑張ります。それだけ？頑張ります。お母さんは？あ、来てます。来てます。さあ、車の中に寝とるか。寝てるな。なんかしてます。はい。わかりました。頑張ってください。はい。頑張ります。はい。頑張って。はい、怪しい人が立ってますね。怪しい人が。おはようございます。はい、おはようございます。今日の勢いをください。はい。また。1ヶ月ぶりに来ました。頑張ります。はい、頑張る。ジョーンでお願いします。頑張るジョーン、いいですね。ありがとうございます。はい、おはようございます。練習では釣れてませんけど55歳おじさんパワーで頑張ります。頑張ります。はい、頑張ってください。このフィッシュでおーいいね、行きたいと思います。はい、頑張るジョーン。ジョーン、オッケー。さあ駐車場に乱入していきます。誰を探そうか。これ大会が始まる前だったらちょっと抜きにくいのでもうガタ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 するので今日は、はい、はい、今日の、はい、見ほらかっこいいね。またなんかこうエトワールイエロービオー、やっと名前覚えました昨日はい、ミキティファミリー本当ありがとうございました。もう大感謝祭ですよ。はい、今日はもう昨日はもうおかげでも今日はもう昨日バーベキューしました家で、はい、焼肉一人だけ。そうでしたね、一人一人焼肉誘ってくださいよ。はい、今日のちょっと意気込みみたいなやつをちょっと、はい、今日は、はい、そこで、はい、その辺ですね。はい、その辺で、はい、ワイワイしながら、ワイワイしながら頑張るじゃん。じゃん、オーケー。はい、来たよ。はい、来たよ来たよ。いつもの彼。あ、おはようございます。はい、はい、なんかちょうだいよ、なんかちょうだいよ。今日はちょっと出ないっす。え？今日はちょっと調子が悪いっす。ちょっと出ない感じ。はい、一匹釣ったら一匹釣ったらなんかテンション上がる感じ。手出すみたいです。あら、手どうしたの？手どうした今度？また腹筋したの？違う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 。大丈夫大丈夫。じゃあ大丈夫。大丈夫ね。大丈夫。じゃあ大丈夫。一本釣ったら多分治ります。一本釣ったら、ね。あら、あ、彼は逃げられたね。逃げられた。あら、はいはいはい。もう全員抜くよ俺もう。はい。ありがとうございます。頑張っていく。そういう感じです。はい、OK です。はい、ありがとうございます。はいはいはい、チームノリーズ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 。はい、はい、表紙の人、はい、表紙の人。表紙の笑顔で。はい、よし、かわいい。はい、今日の意気込みは、また行っちゃう今日。年間2位の人。年間に1回しか勝ってないのに。年間に。行けるとこで釣りします。よっしゃ、OK。チームノリーズ、はい、一言お願いします。とりあえず。オーケーです、頑張ってください。はい、来ました。ちょっとイケメン、はいはい、ちょっと世界の、はい、日本中のギャルが待ってるぞ。ほらほら、日本中のギャルが待ってる。お母さん泣いてるぞ。はい、言ってくれ。はい、畑くん頑張ります。はい、何を頑張るの？あ、やっぱり今日は釣りを頑張りたいと思ってるんで。釣り頑張るね。はい、はい、では、はいはい、この、はい、半ズボンで頑張る半ズボンガイア。オンガーの半ズボンといえばガイア。ガイアで行きますか、はい、今年それで行く。はい、何食べようの。何食べよう。 P ラインちょっと P ライン食べよう。それ歯間ブラシじゃないからな。はい、こう、うん、こうやってね。小野さん見てるよ。いや、今のはカットじゃない。小野さん見てるよ。はい、なんかジャッカルのなんか、うん、なんか新製品とかなんか売り出し中みたいなのない？なんかあ、ありますよ。はい、
そういうことしろよ。はい、小野さん見てるぞ。お、スリークマイキー115が、うんうん、もう発売になってます。はい。こいつ。おお。ポーズでもいいし、ゆっくり巻いてもいいし、うん、早く巻いてもいいし。いいんですか。このハイフロートなんですけど、はい、ハイフロート中にこうドッグウォークさせる感じがやばいみたいです。どこで売ってるの？ロットマンで。なそうせえなお前。売ってますんで。はい、ぜひ、はい。ハイフロート。ハイフロートなんで。ガイアもハイフロートだな。わーっとなるんで、うん。はい。お前もハイフロートだな。はい。浮いてるぞ。あと、あとはいはい、あとバウンティーフィッシュのちっちゃいやつも登場になります。はい。では今日は、はい。今日はヤミーで。ヤミーで頑張る、ね。今日はヤミーで頑張る。はい、わかりました。はい。頑張る。じゃあ、ありがとう。はい、ありがとう。おはようございます。カメラ撮ってます。はい。頑張ってください。おー、いいですね。カットテールですね。カットテールです。カットテールです。はい。バスプロショップス。今日のバスプロショップス。今日もバスプロショップス。あれだな。うん、オッケーオッケー。たたたたたた、こういい人、はい、おはようございます。はい、朝から味噌ラーメン。朝から味噌ラーメン。酒を抜かんと始まらねえ。始まらねえ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張りましょう。はい。おい。20歳以下の方に関しましては、あ、はい。はい。成績上位者にかの方にはですね、ちょっと豪華、釣り具を、進呈をさせていただきまし、したいと思っております。で、また、参加者の皆さん全員にですね、閉会式が終わった後、お飲み物を用意しておりますので、後ほど、こちら、お飲み物を、今日の、タクちゃん。マジ眩しいんだけど。あ、今俺の顔見て言って。何言ってですか。はいはい。こっちこっち。はいはい。あ、はい、今日のタクちゃん。あ、ありがとうございます。なんかちょっとなんか言って。え？面白いこと言ってよ。待ってるぞ待ってるぞ。面白いこと。面白いこと面白いこと。面白いこと。はい、お疲れ様でした。ください。で大会終了までに自分の車に戻りたい、トイレとかタックル交換したい。で戻りたいブラザー頑張ってよ。必ず原口ブラザーここにありだい。今田の親父たちがいないからね。悪がいないからダメだ。はい、スタートースタートー、はい、スタートスタートー、よし、はい、はい、今日の特訓、はい、一言お願いします。おはようございます。はい、アフターの音楽家は、はい、制すのは誰ですかね。誰でしょう。俺だ。はい、お疲れ様です。はい、はいはい、新メンバー、はい、アンディ、はい、おはようございます。おはようございます。アイちゃん愛してるよとかなんか言って。いや、何も面白いこと言えんすか。愛してるよみたいなね。はい、いや、ないっす、それはないね。はい、なんかないっすか今日は。そうっすね、全然釣れてないみたいなので状況がね。そうっすね、はい、厳しいみたいですね。はい、まあ、頑張ってください。はい、頑張ってもらうように、あれ応援しましょう。はい、ありがとうございます。はい、今日の佐藤ちゃん、はい、はい、北海道帰りで、はい、はい、札幌ポテト、そう、釣るでしょうか。はい、なんとか頑張っていっぴくします。北海道から参戦ですね。はい、はい、北海道から。正確じゃないですね。正確じゃないね。はい、頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。もしもピアノが弾けたなら、今日のファイツ、今日のファイツ危ないよ。はい、ファイツ、今日のファイツ。おはようございます。膝に何か入れてたね。ステロイド。ステロイドね。もう年だな。ノーファイツ。ノーファイツ。ノーファイツ。頑張って。ありがとう。一匹釣ってください。了解。エリコ愛してるよ、は。
むせはい、いぶき、はい、ミキティファミリー、いぶき、はい、おはよう。おはようございます。はい、おはようございます。はい、なんか言って。じゃあ目標は2匹です。うん、2匹ね。2、3匹です。2、3匹ね。頑張ってください。はい、頑張る。ジョンジョン、はい、ありがとう。はい、今日のチャーリー、今日のチャーリーの一言、名言集、はい。はい、継続は力。で、てん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 やないか。今日何人ですか。今日は53人。ちょっと少ないですね。少ないですね。寂しいですね。まあコロナもいろいろあったりとか、まあ。まあ、いろんな状況があって、うん、こう、まあですね、また増えると思いますけど ね、はい、増えてくれたらいいんですけどね、はい。まあ、ということで頑張るジョン、はい、はい、今日のミキティ、今日のミキティ、逆光で、いい、ね、逆光でうわピッカー、エッセンシャル聞いてる聞いてるエッセンシャル。あと昨日なんかあの美容院行ったらしいね。あ、行ったね。この辺ちょっと、この辺ちょっとね、毛先をちょっとついばんでもらって。染めるんやろ。染めてるよ俺。染めとんやん。染めてる染めてる。毛根死んでるわ。死んでる死んでる。ああ、いい感じこれ。いい感じは。本当にそれ毛伸ばしてさ。いやいやいや、もちむしゃキャラもいらんって。いやいや、いいよ。はい、そういうことで今日も、はい、ロットマンおかっぱり大会盛り上げていきます。はい、もう一匹釣ってきたぞー。マジ。お願いします。番号とお名前を。はや、待ってください。今もう釣れとるよ。39番長藤龍太です。はい、そしたら、まずはバスを見せてください。3頭目で釣れとくれ。3頭目ダラララララララ。釣れたルアーは何でしょう。レイドジャパンのアビ50です。はい、はい、釣れたルアー教えてください。フレーバー5インチのネコリグです。はい、はい、釣れたルアー教えてください。エスケープツインの5グラムフリーリグです。釣れたルアー教えてください。伊勢様のスパテラ4インチです。はい、はい、釣れたルアー教えてください。はい、フリックシェイクの、ジグヘッドワーキです。釣れたルアー教えてください。セクシーインパクトの 3.8 インチ、ダウンショット。それでは下道賞、22センチのブルーギルを釣ったいぶきくん、 TH タックルの珍しいクランク、おめでとうございます。いやー、ヒューマンカップだから若い人ばっかりですね。ありがとうございます。よいしょ。はい、それでは5位の中藤龍太さん、釣れたエリア、ルアー、リグなど教えてください。肝などあったらお願いします。はい、皆さんお疲れ様です。今日の釣れたエリアが、ですね、すぐ目の前なんですけど、朝一2投目でアビ50の、0.9g ネイルリグで、カラーが、ブラックブラウンですね。沖から、5メーターぐらい沖に投げて、そこからもうハードボトムをつるびいてくる感じで、で岩に引っかかったらほぐして、で止めて、でステイ中にもう食ってくる感じで。あの鉄杭の。あ、そうですね、はい、そうです。他にバイトは。あと2バイトあったんですけど、ちょっとギルかバスがちょっと微妙な感じで、ラインまでは知ったんですけど、まあちょっと乗らなかったですね。はい、はい、おめでとうございます。それでは4位の原口誠一郎さん、お願いします。お疲れ様です。釣れたエリアが、下流の土管エリアですかね。釣れたリグが2.6g のダウンショット、
セクシーインパクトの 3.8 インチ、になります。で、はい、そうです、ちょっと遠投して若干浅くなってるところがあるじゃないですか。でそこで、まあ、最初ギルバイトかなっていうようなバイトがあって、まあ、それ放置してたら、ちょっと重くなって合わせたっていう感じですね。でその前にも1回それがあったんで、まあ、それちょっとバラしてしまって、それからまあ数頭後ぐらいにまた同じような感じで、待ってたら、釣れたという感じでした。はい、それではおめでとうございます。はい、17歳それでは3位の宮崎さん、宮崎さん何歳ですか？22です。はい、皆さんお疲れ様でした。釣れたエリアが石の岬の下の方にいたら巾着がバンドの中にバッとあるエリアがあると思うんですけど、エリアはそこですね。で釣れ方的にはその岬がこう石積みでなってると思うんですけど、その石積みに一世様のスパテラ4インチのグリパンで 0.9 グラムのネコリグをその石積みも本当キワキワに投げて、でもうズル引きです、猫のズル引きで食ってきたって感じですね。はい、おめでとうございます。はい、2位です、惜しくも2位、森田さん、いくつでしたっけ？19歳です。釣れたエリアなんですけど、石の岬 の、 あの下から2番目のレイダウンがちょっと出てる部分があるんですけど、そのレイダウンに絡めて中層でふわふわさせたら食ってきた感じですね。でもうワンバイトあったんですけど、それは、さっき言われてた巾着のところでワンバイトあって、でそれはバラしてしまって、その後の超過だったんでよかったです。ルアーは、ルアーはエスケープツインのバンドカワエビの 5g のフリーリグです。まず何のありさまこのでっかいのね、普通のサイズのエスケープツイン、あ、はい、普通の吊るしてですね、中層で壊しました。もう一個バラしたところは、は巾着のさっき言われてたエリアです。それはもう中層、もう、いや、それはボトムだったっす。はい、おめでとうございます。はい、はい、それではツイッターネーム全力中年親父さんおめでとうございます。おー、そう言ってましたっけ。はい、皆さんお疲れ様です。全力だ。釣れたエリアは、ティーバッグのところで、金曜日に、プランに入って、一応いろんなとこ回ったんですけども、魚っ気があって、まあ、釣れたのがそこだけで、でその時は、ツーウェイのダウンショットで釣れたんですけど、ちょうど金曜日に近藤さんのツイッターでフリックシェイク祭りが、行われているという情報が入ってきたんで、帰りがけにロトマンさんに寄って、でそれ買ってきたフリックシェイクで、ね、ステマみたいですね。で、今日はジグヘッドワッキーで、はい、0.9 グラムですかね、で釣れました。もう完全に思い出巡りです。フリックシェイクのカラーは、グリパンですね。はい、18歳やね、やっぱりですね。で、はい、以上です。はい、おめでとうございます。それではちょっと写真撮ります。動画視聴ありがとうございました。最新動画関連動画はこちらから、視聴者登録はこちらから、グッドボタンもよろしくね。せーの、バイなら。